はい、こんにちは、116インズです。先週エンゼルスが連日のトレードでエスコバーとムスタカスを獲得し、今年の夏のトレード戦線がスタートした MLB。 今日はその中でも市場の注目選手、ブルペン市場の注目選手だったロイヤルズのアロリス・チャップマンがレンジャーズへとトレードとなりました。チャップマンは先日トレードデッドライン6週間前時点の注目選手をチェックした際にも名前を挙げた選手でありましたが、まだ7月になろうかというような時期ではあるものの、ブルペン市場の注目選手が早速トレードということになりましたね。レンジャーズは今季大方の予想に反して AL 西地区首位を快走している状況ですが、そんなチームの中で少し不安があったのがブルペン。そこにチャップマンという今季結果を残していて、かつ実績もある選手が加わりましたので、ひとまずはチームが今抱えている課題に着手、狙い通りブルペン強化を達成できたと言えるのではないでしょうか。今回はこのチャップマンのトレードについて簡単にお話しできればなと思っています。まずは今回レンジャーズとロイヤルズ間で成立したトレードの全容を確認していきましょう。レンジャーズはロイヤルズからアロリディス・チャップマンを獲得。見返りとしてロイヤルズはレンジャーズからすでに MLB でプレー経験もある先発左腕コール・レーガンズと、現在ドミニカサマーリーグでプレーする17歳の外野手ロニ・カブレラを獲得しています。冒頭でも触れた通り、チャップマンは今年の夏のブルペン史上注目選手の一人。レンジャーズは試合終盤の勝ちパターンにも使える剛腕左腕の獲得に成功し、ブルペンの強化に成功しました。チャップマンはカブス時代の2016年には世界一も経験するなど、大舞台での経験も豊富で、その点もこれからプレーオフを目指すチームにとってはプラスかもしれませんよね。対するロイヤルズはもともと1年契約で獲得していたチャップマンを狙い通り転売し、若手選手2人を獲得。すでにプレーオフ争いからも脱落しているため、チャップマンの利益を確定した格好となりました。レーガンズはまだ MLB での実績は少ないものの、 MLB で投げる準備はできている先発候補ですし、カブレラは17歳ということで将来が不透明な部分は大きいものの、ポテンシャルのある選手を獲得できましたね。ロイヤルズはチャップマンを7月入る前に早々に売ることもできましたので、今後スコット・バーローあたりの放出にも動くかが焦点となりそうです。ではレンジャーズが獲得したチャップマンを中心に見ていこうかと思いますが、もともとはレッズ、ヤンキース、カブスで活躍した実績のあるクローザーですが、近年はなかなか思うような成績を残すことができず、またプロ意識に欠けるような行動もしばしば目立った左腕。昨年はタトゥーを入れた際に感染症を患い離脱となってしまったり、あるいはチームから参加が義務付けられていたプレーオフ前の練習を無断欠席してプレーオフのロースターから外されてしまったりと、成績の悪さ以上にこういった部分が目立ったかもしれません。オフに FA となっていましたが、当然ヤンキースはチャップマン再契約には動かず、他球団もなかなかすぐに彼の獲得に動かなかったところ、今季バウンスバックにかけたロイヤルズが1年契約にて獲得していましたが、ここまでは見事読み通りに復活の1年となっています。昨年平均球速がガクッと落ちた速球が35歳の今季復活し、平均球速99マイル台、球速の回復とともに成績も戻しまして、今季は31試合で防御率 2.45、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザブリプレイスメントが 0.9。 特にチャップマンで目立つのは奪三振の多さで、29回3分の1でなんと53個の奪三振、全打席に占める奪三振の割合は 43.4% と、オリオールズのクローザーフェリックス・バティスタに次ぐ水準となっています。ここまで1本もホームランを許しておらず、打球指標も文句なしの内容となっていますし、本当にパワーでバッターを圧倒できているような感じです。唯一気になるとしたら予視球の多さで、さすがに BB%16.4% は高いなと思いつつ、これだけ三振を奪えている現状であれば、それすらも大きな問題とならない圧巻のピッチングです。レンジャーズは今季打線と先発陣は MLB でもトップクラスの働きを見せていますが、唯一少し落ちるのがブルペン。ブルペン防御率 4.37 は MLB24 位と、 MLB の中でもブルペンの失点は多い部類ですし、ファングラスサンスのウィンザボリプレイスメントで見ても MLB15 位ということで、まあ実力的にもせいぜい MLB で真ん中程度。プレイオフに向けてはブルペンの強化は必須の状況でありました。クローザーのウィル・スミスをはじめ、ジョシュ・スボーツ、ルーキーのグラント・アンダーソンあたりは好投を続けていますが、勝ち試合で使える枚数をもう少し増やしたいところであり、チャップマンの補強はそのニーズにピンズ同という感じですかね。ブルペン全体でも全打席に占める奪三振の割合が 23.1% と、MLB 全体と比べるとやや低めで、MLB 全リリーフの中でもトップクラスに今季三振を奪え、かつパワーで相手打線を1イニング制圧できるチャップマンの加入は本当に理想的な気がしますね。見返りに関しても、いわゆるトッププロスペクトと呼ばれる存在には手をつけずにチャップマンクラスのリリーフを呼べましたので、トレードとしても悪くないように思いました。ということでチャップマンを獲得したレンジャーズですが、おそらく8月1日のデッドラインまでもう少し動きあるかなと思われます。チャップマンを加えましたが、ブルペンの層を最低もう1枚さらに厚くする動きに出てもいいですし、今のところ素晴らしい打線についても DH をやらせることも視野に入れながら外野手あたりをプラスしても良さそう。トッププロスペクトもそれなりにいるチームですので、やろうと思えば大きく動くことも可能だと思いますので、インパクトある補強で久々のプレーオフ進出、地区優勝を叶えることはできるでしょうか。
はい、続いてはロイヤルズ側の見返りも見ていこうかと思いますが、1人目がコール・レーガンズ。もともとは2016年ドラフト1巡目、全体30位指名を受けた25歳の左腕で、昨年 MLB デビューを果たしています。2年間通算26試合に登板して防御率 5.32、 今季はロングリリーフもやりながら17試合に登板して防御率 5.92 と、まだメジャーでは目立った実績は残すことができていませんが、マイナー通算では防御率 3.64 とソリッドな成績を残している選手で、昨年は AA と AAA で計18試合に先発し、防御率 3.04、 イニング数以上の奪三振を記録しながら、予四球もそこまで多くはありません。昨年はメジャーで平均92マイル程度だった速球が、今季はまあ短いイニングを投げている影響は多少ありそうでありながらも、平均96マイルとスピードがかなりアップしているのも面白そう。その分制球面が少し悪化していますので、スピードと制球の両立が今後の鍵となるでしょうか。変化球はチェンジアップが一番の武器とされています。今季ブルペンで投げていたレーガンズですが、 MLB.com のロイヤルズ番記者のアンネ・ロジャース記者によれば、まずは彼を AAA に送って先発調整させるようで、後半戦にメジャーのローテで先発の機会が巡ってくるかもとしています。まあうまくいけば将来メジャーのローテ4番手5番手くらいを担えるかもしれませんが、このあたりはロイヤルズがレーガンズをいかに育成するか注目したいです。またもう一人獲得したのが17歳の外野手ロニー・カブレラ。ポテンシャルという意味ではレーガンズよりもこっちの方が上でしょうね。2022年1月にレンジャーズと契約したカブレラは、ここ2年間ドミニカサマーリーグでプレーしており、昨年は目立った活躍ができなかったものの、今季はここまで15試合とサンプルは少ないながらも打率3割2分と好スタート。三振数以上のフォアボールを選ぶなど、アプローチ面にも成長が見られます。ロイヤルズの編成トップの JJ ピッコロ曰く、カブレラは打球データが非常に素晴らしいらしく、ロイヤルズとしてはそこのポテンシャルに着目したみたいですね。 G アセチックのキースローもカブレラのパワーポテンシャルは評価しているようで、まあ化ければ面白い素材であると。現状は17歳の外野手ということで、将来どうなるかは全然わからないですし、上のレベルでプレーして壁にぶち当たることも可能性としては大いにあり得ますので、当たれば儲け者の息は出ないプロスペクトだと思いますが、もともとは1年契約で連れてきたチャップマンで新たな宝くじを買った感じでしょうか。7月を前にしてブルペン市場の注目選手であるチャップマンが動いた今回のトレード、ここからもしかしたらブルペン市場の動きは活性化するかもしれませんね。現状チャップマンが市場の中ではトップクラスの選択肢であったところ、早々に市場から退場してしまったため、ブルペン強化を目論む他球団は他の選択肢の検討を余儀なくされ、8月1日のトレードデッドラインに向けて需要もどんどん高まってくることでしょう。そこに売り手に回るチームがどんな選手を提示できるのか。同じロイヤルズではスコット・バーローですとか、あるいはホワイトソックスのケンドール・グレイブマン、メッツが今の状態でいけばデビッド・ロバートソンなど、このあたりがしばしばトレード候補としては名前が上がる状況にありますが、注目はさらに高まるのか。トレードデッドラインまでちょうど1ヶ月くらいとなりましたが、この後の動きも楽しみです。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。